これ以上ないビッグマッチだと思っていたので、昨日の夜とかなんか久々に夜とか起きてしまって緊張してんだなと思って、正直言うともっとやらなければいけないとは自分では思ってますけど、まあ、9大点ではあったかなと思います。自分になった瞬間からもう今年の東京違うとこ見せようよ、スタリーシェクザー。開幕からいきなりのダービーマッチとなった王者川崎と FC 東京の一戦。まずは開幕スタメンに抜擢された FC 東京の17歳久保建英が得意のドリブルで仕掛けていきます。細かいとこうまいね、うまい。その2分後には FC 東京のカウンター、中央の久保から左のディエゴ・オリベイラ、シュートに行きます。期待の17歳が東京の攻撃をリードします。さらに久保はディフェンスでも見せます。うまく体を入れてボールを奪うと、そのまま自ら持ち上がってスルーパス。わお、しかしわずかに合いません。いやー恐ろしい17歳です ね、 ちょっとね。その直後には川崎ゴール前でフリーキックのチャンス。キッカーもキッカーは久保建英。うわお、惜しくもポストの直撃。あ、どうしますかって話して、東選手が蹴っていいんじゃないって言ってくれたんで、あ、じゃあっていうふうに決めました。蹴った瞬間入ったと思ったんですけど、まあ、現実はそんな甘くなかったですね。一方の川崎は後半8分、FC 東京のバックパスを中村健吾、ダイレクトで狙いますが、ここは林がビッグセーブ。まあ、決めるべきところを決めるっていう、まあ、本当のもうサッカーなんて決めるか取られるかだけなんで、突き詰めて言えば、あとは自分たちの質をもとにかく向上させるだけかなというふうには思ってます。攻勢を強める川崎は、その中村から小林優。さらにその3分後、今度は右から切り返して狙った。再三のチャンスも林に阻まれゴールとなりません。試合はこのまま終了、両チーム勝ち点1を分け合う開幕となりました。いや、ちょっと熱いな、やっぱり。